軽音一人の放送一人です。このチャンネルは自宅の防音室を物質としてさまざまな企画をやりながら童貞高校生という設定をソウルフルに守っていく教育的チャンネルです。2ヶ月目が終わりました。いやー素晴らしい。まさかまさか2ヶ月続くとは。正直ですね、私は4月16日にエメのワンダーランドという曲を秒速で音取りまして、発表から2日後ドラムも編集もこだわりまして出しましたら、まあ、これでバズるかなと思ったんですよ。ゲロ滑りしましてそこで心が完全に折れましたけどまあ以前も言ったんですけど、インドネシア人がエメのワンダーランドを見た感想っていう動画10倍ぐらい再生回ってて今はね、インドネシア人が302再生、俺が420再生。いや皆さんとうとう勝ちました。やりましたよインドネシアに下克上ですいやほんと回ってねえな420。ただね、アメリカ人がエメのワンダーランドを見た感想という動画、こちらね650再生いってましてまあね、アメリカには勝てないのかなとまあこっちドラムであっち見ただけですけどねまあね、クオリティの高い歌ってみた動画を上げてる人いたんですけど、エメのワンダーランドのね、まあ、これも全然バズってないし、まあ、エメ本人はねワンダーランドもうすぐ400万再生いきますけど、まあカバーするには外れだったのかなと。タイアップもしてないしいやまだ気づいたら4月の話しかしてないまあね、5月はね精一杯自分の好きなことができました。特に弾き語り、もうほんと全部大好きな曲だったんですけど、高校時代から今まで誰にも言えずにね、好きな気持ちをずっと心にしまったまま今日までね表現できなかった自分の宝箱をついに開けたっていうのはね、これはもうね感無量です。本当にありがとう誰にもちろんね、今やってる企画で手一杯になってしまって新しい企画ができなかったっていうのは悔やまれますけど、それはね来月の初日もしくは2日目に新企画で出ますから、どうぞお楽しみにしていただければなと思います。4月終わる時点で5人ぐらいだった登録者数が現在27人になりました。もう大変ありがたいです。これからも精進していきます。いやーでもねペースは遅いんでね巻いていかないとなっていうふうに思ってます。来月もね、検温一人よろしくお願いしたいと思います。また部室で会いましょう。検温一人でした。ありがとうございます。